即旧、旧油艦。即旧、は安い。早す日は、大日本帝国海軍の旧油艦。書類上は、風早がタウン艦の2番艦。艦名は、瀬戸内海西口に位置する早すい瀬とにちなんで、名付けられた。航空機偽装を装備した、補助空母と言うべき艦艇だったがそれを活用する、機械なく、船団護衛中に、米潜水艦の雷撃により沈没した。 仮称艦名は第306号艦。本来は風早型給油艦の遺跡として艦隊随藩型の給油艦で巡航する予定だったが、対戦紹介用の水蒸気運用の要求により艦型が大幅に変更され、さらにミッドウェー海戦での主力空母4隻を失ったことを機に当時開発中であった流星を射出機で発進させる給油艦に計画変更。 計画番号は v 9 o ズ、または J33 とされた。しかし実際の運用では艦隊に随伴することも攻撃機も搭載することもなかった。また、改め丸5計画で建造予定だった高野型給油艦では搭載機を倍の14機とする計画だったが、戦況の悪化で建造は取り止めとなった。着艦能力は持たないため射出機で発進させた。 艦載機は、任務完了後は、不時着水して搭乗員のみを時間か量艦に、救護するか、付近の味方飛行場に大体着陸して飛行後に、再度関西されることとなる。このような航空運用を行う艦船としては、イギリス海軍の CAM シップの例もあるが、即旧は、本来艦隊運用を前提とした、海軍所属の給油艦を改装したものである点で、 民間所属船に軍用機を運用させ船団護衛に当たらせる CAM シップとは運用思想が異なっている。イギリス海軍の分類上はこうした軍艦を改装し発信能力のみを持たせた艦艇は戦闘型パルト艦されているが即旧や高野型はこのような形態であっても補助空母として空母の補助兵力に位置づけられている点で 輸送船団を護衛する目的で改装され、あくまで護衛空母が登場するまでのつなぎ役の一つであった戦闘型パルト艦とも位置づけが異なっている。航空機搭載のため、即旧は、ハザハヤとは大きく違った艦型となった。船体は中央の船橋ー館板がない二頭型で、 選手楼看板を延長してその後段に軍艦型の環境と三脚式の全部マストを置いた。中央は上看板上の高さ約5メートルの位置に幅21.5メートルにわたって看板を設置し、看板上に機場とターンテーブルを設け、航空機6機と補えよう機1機を搭載した。その上営前端にはカタパルト1機を設けたが上端の高さを 甲板の高さと一致させて、運用を容易にした。戦隊中央部が主に重油タンクとされたが、戦争区画最後部には、空母と同じ構造の全溶接の軽質油、ガソリンタンクが設置され、その後方は、時間用の重油タンクとした。後部マストは2本とし5トンデリックがそれぞれに設けられ、航空機搭載用と横引き給油用の兼用とされた。また給油設備として、 若干通路が、左舷寄りに前後に全通して設けられた。補給用の量食庫や、弾薬庫などは、船首楼の下部に設けられ、甲板上には3メートル角の小型の走行縦に2個、設け、取り扱いのためのゴールポストと3トンレデック2機が、環境前に設置された。船体後部は、通常のタンカーと同様に、船尾楼甲板が設けられ、機関室などが設置された。 対空兵装は風早より強化され、広角砲は 12.7cm 連装砲を、管の前後に、それぞれ1機ずつ置いた。機銃は25立方ミリメートル連装機銃を、艦橋両側に1機ずつ置き、管尾楼の煙突直後にフラットを設けて、連装機銃1機を置いた。また、観測の要求により、竣工後に25。 立方ミリメートル連装機銃を後部マスト前方の上甲板上に、左右限それぞれ1機、煙突付近の上部構造物上に、左右それぞれ1機の計4機、その他単装機銃を若干、約8丁から12丁増備したとされる。電管と水側兵器も装備していた。1943年、昭和18年7月31日、即旧と命名。同日 遊雲型駆逐艦17番艦早地も、運流型航空母艦1番艦運流も命名されている。同日付で各艦は艦艇類別等級表に登録。本艦も特務艦類別等級表に登録された。1944年昭和19年4月10日、日本海軍は戦艦、日向、副長、杉浦慶三郎大佐を、 即旧偽装委員長に任命した。4月24日、春光とともに、杉村偽装委員長は、正式に即旧特務官庁となり、即旧は、佐世保鎮守府席に編入される。中部太平洋方面艦隊付属、ついで連合艦隊付属となる。瀬戸内海で訓練を行った後、特設運送船、旧友、日江丸、日東機船、120トンとともに、 戦団に加入して、タラカン島経由で、バリクパパンに向かうよう命じられた。しかしその矢先の5月5日、即、旧廃合第1 5 5潜水艦 E155 と衝突し、E155 は修理のため、佐世保海軍交渉に開港されていった。衝突事故のため即急の出撃は遅れ、5月11日に、クレを出撃し南方に進出する。6月11日、 フィリピン南部、ミンダナオとオダバオに到着する。6月13日、アメリカ軍のサイパン島に対する艦砲射撃が開始されて戦局が急展開し、アゴー作戦、マリアナ沖海戦が発動される。小沢寺三郎中将、海軍兵学校37機率いる第1機動艦隊はマリア沖を目指して進撃を開始し、 補給部隊はこれにこうして指定された配備点に向かった。即急も駆逐艦発誌も夕なぎ及び津賀に護衛されて海画展に急行した。6月18日7時30分に第一補給部隊と合流した直後、即急艦長は突然第一補給部隊の指揮を取ることを宣言する。即急の第一補給部隊編入に関する命令は出ていなかったがマニラに向かう。 途中の軽巡洋艦ナトリが6月18日15時から6月19日5時15分まで同行した期間を除いて、即急が事実上の第1補給部隊指揮官として行動することとなった。6月19日、小沢機動部隊の航空攻撃は大失敗に終わり、主力空母2隻、大砲、昇格もアメリカの潜水艦の来撃で撃沈された。 大砲から脱出した後の小沢長官以下、機動部隊司令部は、駆逐艦若月を経由して、従順洋艦ハグロに移乗した。6月20日午前7時、機動部隊各隊は、燃料補給のため即9以下補給部隊と合同し、昼前には各艦に補給を開始する。同時刻、小沢司令部も、ハグロから空母随格に移乗した。13時頃、 アメリカ軍機動部隊発見の報告があり、前衛、本隊、補給部隊の順番で、正方退避が始まった。同日夕刻、退却を続ける、補給部隊、輸送船、即急日英丸、国王丸、新王丸、玄洋丸、あずさ丸、護衛艦、響き、初霜、夕凪、菅、摂風宇木は、アメリカ第58任務部隊、 マーク・ミッチャー賞の関西域約40機の空襲を受ける。即9は、環境直後に被弾して火災が発生し、搭載の航空機も炎上して死傷者13名を出した。即9は、戦闘航海に死傷なしを報告し、士気の高さを示したという。本回戦では、即9の他に、新陽丸と玄陽丸が炎上し、新陽丸は、駆逐艦切風に、玄陽丸は、 駆逐艦、うずに、それぞれ処分された。他に、機動部隊四つ部隊から空母費用が沈没、複数隻、随格、巡洋、春名、マヤ島が損傷した。補給部隊は6月23日に、バコロドに帰島した。26日10時、即急は、補給部隊から分離。3隻、即急、響き、夕鳴きは座礁した切風を救助した。その後、 即9は、マニラに開港された。7月10日、即9は特設運送艦朝日、東丸、E の海運、151トンと共に、駆逐艦3隻ユナギ、夕凪、響き、藤波に護衛されて、マニラを出港し、サンベルナルジの海峡及び、北海峡経由で7月17日に、クレに返し、クレ海軍交渉で、損傷修理が行われた。8月1日付で、 連合艦隊付属に復帰し、修理完了後は、朝日東丸特設運送船、旧ユアズサマ石原機船、一万二十二トン、ユーナギと共に、速急船団を構成して、非十一船団に加わって、石油輸送のため南方に向かうよう命じられる。指揮官は、第六護衛船団司令官、梶岡貞道少将。七十一船団は、フィリピン防衛に加勢する。 第26師団、山形強中将を乗せた、輸送船や、南方へ石油を積み込みに行くタンカー、旧カテ艦、イラゴなど、計20隻で構成され、空母高や、護衛艦部隊、駆逐艦2隻、夕凪、なぎ、藤波、解剖艦、平戸、倉橋、三倉、湘南、第11号などが同行する。8月8日、文字出航。8月10日朝、 日71戦団は、イマリ湾を出港する。しかし、出港後から悪天候に悩まされ8月15日に、マコに入港して、天候の回復を待つこととした。加入船の顔ぶれを少し改め、新たに、第三相当招待、佐渡、松は、日振り、エトロフト駆逐艦朝風を加えて8月17日朝に出港した。 8月18日ピルマには最も危険とみなされたバシー海峡を通過、同日夜ルルソン島沿岸に接近して航行する。だが、輸送船 A 広島ルがアメリカの潜水艦ラッシャー、アセス,スラッシャー、SS-269 の来撃で大破、落語した。A 広島ルは夕凪きと共に高尾市、台湾へ退避した。日中の襲撃はなかったが、 ラオアグ近海に到達した22時20分マイナス30分頃、ラッシャーが発射した魚雷2本が大鷹に命中し、大鷹は沈没した。大鷹の沈没と再び襲ってきた悪天候で、船団は大混乱に陥り、輸送船及びタンカーは単独かつ、全速力をもって各々非の行動に移るととなった。日付が8月19日に変わると、 状況もますますひどくなっていった。2時25分、日本側記録3時20分、アメリカの潜水艦ブルーフィッシュ、アセスブルーフィッシュ、SS-222 がの美顔浮きで、トナンマルクラスとおぼしきとても大きな目標、すなわち速球と2番目の目標であるタンカーを観測し速球に対して、巨雷を4本発射した。そのうちの2本が命中し、 二番目に観測した目標への攻撃に傾注した後、7時18分頃にの地点で航行を停止した速球に対して、巨雷を三本発射、すべて命中してこれが止めとなった。この際、ブルーフィッシュは沈み行く速球の写真を、戦望鏡越しに撮影したが、これが現在までのところ、速球唯一の写真となっている。木71戦団は、潜水艦三隻、ラッシャー。 ブルーフィッシュ、スペードフィッシュの襲撃によりマニラ到着までに合計5隻、大高、即9、田松丸、帝洋丸、三角ア丸を喪失、護衛部隊も3隻、佐渡、松は、キブリを喪失、便乗将兵推定7000名が戦死し、救助された3000名も兵器装備品を喪失して戦闘力を失ってしまった。10月10日、即9は、 軍装官、帝国特務官席から除席された。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。